どっち？ 100% 大阪さん。皆さん素晴らしいですね。素晴らしいです。その応援でぜひ後押ししていただきたいっていうのは、はい、昨日の試合、うん、前試合ご覧になった方は分かると思うんですけど、ニュースとかでチラッと見たっていう方は多分、ね、最後のサービスエースドカーンで終わったシーンしか見てないと思うんです。大変だったんですよ、そこまで。大変だったんだから。もうね、もう入るか入らないかって世界になってきて、第2セットに関してはもうあっという間に0-5、何言っても入らなくなっちゃった。でもどうしようと思って私も心配してたら、そこからちょっとずつ取り戻してきてペースを、最後も相手がタイブレイク6-5、サスコミッチというサスコミッチが6-5タイブレイクアップでサービス2本、そこから2本ダブったんですよ。だから突然ないですよ、突然マッチポイントがやってきて、うん、突然勝ったんですよね。でもそこで1本でそこで相手ダブルフォールト、ダブルフォールトで来て、大坂なおみちゃんがサービスどうするんだろうと思ったらドカンと終わりですから、センターにドカンです。どんな精神力してるだろうと思って終わった後インタビューで、鼻息のアグレッシブに行きましたって言うだろうと思ったインタビューで、何を考えてましたかって聞きました。お願い入ってテレビ動けてる。でもね、選手ってみんなそうなの。最後はトス上げてラケット振りながら頼む入ってっていう。そうなんですか。だってそれまでどれだけ練習してきたか、その練習してきたことを出すのがここのコートで、はい、どれ一番自分が頑張って苦労してきたことを思い返しながら、これあれだけ頑張ったんだから入るはずと思って、お願いと思って来るわけですよね。でもそれまでどんだけお願いしても入ってなかったんですよね、セカンドセットは。それまでのお願いの度合いが違ったと。お願いの度合いが違うんですね。最後タイムレイク6号のお願いはやっぱり本当のお願いですよ。今日も絶対そういうポイントが来ると思いますし、昨日はあとね、フォアハンドのミスがすごく多くなっちゃ多くて、相手にめちゃくちゃ攻められてた。セカンドサービスがフォアハンド狙われてたので、これは今日彼女はさっき練習してましたけども、フォアがのミスの修正、うん、それからファーストサーブのパーセンテージが昨日はなんと 40% だったんです。いくら速いとはいえ入らなきゃ意味がないんです。だからそうですよね。そうですよね。このパーセンテージをどう上げていくのかっていく、今ね、彼女は日本テニス協会が本腰を入れて新しいコーチを、デイビッド・テイラーコーチ、オーストラリアのベドカップのずっと監督をしてたコーチをつけました。サマンサ・ソーサのコーチを見せたコーチ、この人がすごい戦略を授けるプロですね。そうなんだ。ね、温厚のコーチングであります。途中でコーチ入ってきますけど、うん、昨日もテレビ放送では何言っても聞けるんですよ。聞いてるとカッカカッカ来てるナオミちゃんをうまくなだめて、うん、しっかり